太郎、帝、帝太郎さん、帝、みんなのこと。16歳の男子高校生、男子高校生って久しぶりにこういう感じで見ました。16歳の男子高校生です。はい、ありがとう。もう16歳の人が僕にメッセージくれるなんてもう感動やな。もうすごい嬉しい。人と話すのがあまり得意じゃなくてどうしたらいいのか悩んでいます。聞き役、まずね、どう話すっていうよりも相手の話を 聞ける人になろう。僕なんかね、あのメールマガジンとか、あるいはね、僕はね、月にね、20回取材を受けた時期があるんですよ、4年間、40代の後半ぐらいだと思いますけど、確か4年間ぐらい、月に20回です、最低20回、多かったら23回ぐらい、全部雑誌です。その頃はね、ウェブマガジンっていうのはその頃までなかった、そんなにね。だから雑誌で、その時にね、取材をしてくれるライターさんとか編集さんいるでしょ、わかるかな、あのインタビューに来てくれる人ね。それはその頃もう僕の事務所は広尾にあったんですけどね、僕の所属してる会社の事務所がね、その広尾まで来てくれるんだけど、そのね、聞いてくれる人が楽しそうに興味深く聞いてくれると本当にいいアイデアが出るんですよ。それでなんかもう一つ、この気もそぞろ、相手が気もそぞろ、わかります、その、なんか落としどころだけを考えてるっていう、まあそれはもう相手にも相手の都合があるからね、もう早く仕上げないと、あと3日しかない締め切りまでっていう中で来てる人もいると思うんです。ところがね、そうするとね、僕の話に本当の興味がある人と、とりあえず先生助けて、こう文字を埋めないとっていう人とだと、やっぱりね、相手の出方が違うんですよ。そういう人だって助けてあげたいんだよ、助けてあげたいんだけど、やっぱりね、相手が本当の興味があるとこっちがもういいアイデアが出るの。そうすると、あ、君のおかげでだってこっちも感謝するようになるの。世の中はね、いろいろ主張したい人が多いじゃないですか。でもね、いい聞き役にっていうのはね、希少価値なので、僕ね、結構ね、あのこう見えて、あの対談の名手とかってたまに言われたらあの全然威張ってないんで、そう言っていただくから嬉しいっていうだけのことで、本人はそんな全然と思ってるんやけど、それはね、たった一つですよ。対談がすごい、先生結構上手やねってたまに褒められるようになった、このそれこそ5年間ぐらいでね。でそれはね、何かって言ったらね、自分もいいこと言わなければないって初めは思うんですよね、相手が素晴らしい人で、相手が対談するんだからね、素晴らしい人で相手がいいこと言ったら、自分もやっぱりこう負けないでいいこと言わないといけないみたいなね、負けないで対抗してる意味じゃなくて、やっぱり恥ずかしいことできないとか思うんでしょうね、かっこ悪いことできないから、 いくらかでもいいこと言わないとって思って焦っちゃうわけ。でもね、もうそれはね、もう50歳もはるかに超えて、50歳超えたらなくなってきたね、どんどん。それでいい対談にしたいと思う。でいい対談にしたいと思って、自分が最高に一番できることは相手のいい話を引き出すことなんですよ。ほんで相手のいい話をうまく引き出す、ね、で対談だったら1時間とか、1時間半とかでこう時間が限られてるから、そこはうまくこの話をこうある意味誘導じゃないけども、この頭の中でスケジュール決めるけど、これはもうプロの仕事で、高校生の人たちはそんな考えなくていいでしょ。そうすると、あのたった一ついい話を引き出すためには、相手の話に興味が持てるってことなんですよ。興味が持てるっていうことは、それなりの知識もなかったらあかんでしょ。僕らで言ったら、相手がゴルフの話をしてくれるんだったら、ゴルフのことちょっとでも知っといた方がいい、テニスのことちょっとでも知っといた方がいいとか、あるいは相手がハワイの話をするんだったら、ハワイのことちょっとでも知っといた方がいいとか、ちょっとした知識を身につけるだけで、相手の話が楽しく聞かれるんですよ。野球の話だったら野球をちょっとでも知っとく。そうすると、もうね、相手はね、あなたがその話に興味を、自分の話に興味を持ってるかっていうことすぐ分かる。人間って。やっぱりそれだけ人間って聞いて聞いてって、聞いて聞いて民族なんですよ。
僕の話を聞いて聞いて、ただ聞くだけじゃなくて、なんか楽しく聞いて、興味を持って。だから、自分のこと好きになってほしいって誰でも思ってるでしょ。ねえ、大概の人はそうだと思うんですよ。それはもう好きになってほしくないという人もたまにはいるかもしれないけど、大体自分のことを好きになってほしい。好きになってほしいっていうことを、もうちょっと解剖すると、要するに自分のする話にワクワクしてほしい。自分のする話に興味を持ってほしい。だから話が苦手な人は、話するっていうことは実は対話の全てではなくて、いい聞き役でいるっていうことってすごいメリットなんですよ。はい。ごめんなさい。一段落だけでこんなに喋ってしまってごめんなさい。次に言います。小学校の子にちょっとしたきっかけで学校に行かずに家族としか話さないような暮らしを今まで続けてきました。うんうんうん、はい。数年前にネットで本当に生き別れの兄弟なんじゃないかってほど気が合う友人ができている。人と話すということへの抵抗感はなくなったのですか。生き別れの兄弟、すごいね。素晴らしい。仲のいい人と話すとき以外は、一言目がどうしても詰まってしまいます。やっぱり、僕がごめんね、もう、まだまだメインの話があったのにね、名越がどんどん話しちゃってね、ハラハラした、ごめんね。でも、これそうよね、一言目を気にしなくても、ああ、そう。ほな自然にその人の話の中で聞きたいこと出てくるでしょ。どう言おうじゃなくて、例えば何だろう、相手が将棋をしている時にだんだん聞きたくなって、将棋って何手目ぐらいまで先を思うんですかって、本当に素直に聞きたいことだったらスッと出てくるんですよ、言葉が。結構、あるいは噛んでしまっても本当に聞きたいことだから言い直すことが恥ずかしくないでしょ。あなたが本当に聞きたいことがあるまで待ってみたら、興味を持って相手の話を聞いて、ああ楽しいな、面白いなって興味を持てて、そして自然に、ああこのこと聞いてみたいっていう時に話をする。これも一つの方法かもしれません。僕だったらそうするんですけどね、参考になるかならないかわからないんですけど、うん。仲のいい人と話す時以外は一言目がどうしても詰まってしまいます。うんうんうん。でもその人の話に興味を持てればね、と思ったりするんですけど、何でしょう。小学生の頃に、ウィスクみたいな名前のテストも受けたことがあるのですか。ああはいはい。いわゆる知能テスト的なことよね。能力的には普通だが、行動するまでの考える時間が長すぎると言われる。まあ、長すぎるというか多少長いねっていうことでしょ。本心では人と話したいのです。それが一番大事。人と話したくない、人に興味って全然持てないんですって言うと、それはそれで大変でしょう。あなたの場合は人に興味あるんだよ。ね。これ素晴らしい資質ですよ。もちろん、人と話全然したくないんですっていう人には、その人なりの素晴らしい人生が待ってます。これは。でも、あなたが人と話しなければ話したいなと思ってて、本当に心から、ああなんか話してみたいなと思ってる、これってすごいことじゃないですか。もう OK ですよ。まずは本当に、人に興味を持ちたいと思うんだけど全然持てないんですっていう人の辛さってあるでしょう。きっとあると思うんですよ。あなたは人に話してみたいって思ってるんだから素晴らしいですよ。はい。それで、本心では人と話したいのですが、一言目詰まってしまって、だから一言目で何を言わなければって、マストシュートがあるからね、誰だって同じ。話さなければって言うと、僕だっても全然噛みまくりですよ。名越も一緒。自分が本当に聞きたいなっていうことが出てきたときに聞くと、スムーズに比較的ね、あるいは噛んでも平気。微妙な返事しかできずに会話が途切れてしまいます。他の人から何か話題を振ってもらったりしたらうまく返せるのですが、どうしても一言目を考えすぎたらそうでしょうね。どうしたらすぐに行動ができるようになるでしょうか。はい。不完全な答えかもしれないけども、あなたが本当に何か言わなければっていう方にあなたのその大事な頭脳を使わないで、
相手の話を楽しんでください。相手の話を興味深く聞いてください。それだとできるでしょう。ほんで、うまくうなずけるようになってるはずです。リズムよく。これだけで相手はもう80点なんです。あなたにとって相手は。だって自分の話をすごく楽しく、あるいは興味深く聞いてくれてるんだから。それで自分の中にふーっと自然に聞きたいことが出てきたら、喋り始めてください。はい。ということです。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。初めて